ワークライフバランスを実現するための取り組みを知っていますか？防衛省、海上自衛隊では働き方改革推進のための取り組みコンテストとして、個々の職場の実情に合わせて創意工夫された働き方改革推進のための取り組みを募集し表彰しています。今回は部隊等における具体的な取り組みの一例として、海上自衛隊掃海隊群とその霊下部隊である第一輸送隊と輸送艦大隅の取り組みを紹介します。掃海隊群は令和元年度の働き方改革推進のための取り組みコンテストにおいて、第一輸送隊が防衛副大臣賞を受賞するなど積極的に取り組みを実施しています。掃海隊群司令金指翔吾にお話を伺いました。海上自衛隊におけるワークライフバランスの意義は、隊員一人一人が仕事と私生活の双方を充実させることで、組織と隊員間で好循環を形成し、その相乗効果によって国民の安心と安全を守り抜く力を維持向上することにあると考えています。掃海隊群ではワークライフバランス推進委員会を設置し、掃海隊群一丸となって隊員に対して創意工夫意識改革を積極的に働きかけ、防衛力の中核たる隊員一人一人の充実を目指して取り組んできました。一方、掃海隊群は広域にわたり重要な任務を担う性質上、業務の比重が高くならざるを得ないこともあります。そのような状態になっても隊員の私生活が破綻することがないように、隊員間の相互支援体制の整備を進めることも重要であると考えています。第一輸送隊の取り組みについてご紹介します。令和元年度に副大臣賞を受賞した際には、ワークライフバランス実現のために利用可能な制度の理解促進と定着を目的として、仕事と育児、介護の両立を支援するための各種制度とライフイベント等に応じた休暇、休業制度を記載したチェック表を作成し活用しました。自分がどの制度を利用できるかを確認させることにより、制度の理解促進につながりました。また各隊員の休暇取得計画表を作成させ、休暇の月間計画を立てさせることにより意識の改革を図りました。輸送艦大隅は令和3年度教育面での業務効率化に取り組みました。各種教育をパワーポイント自動スライドショーやナレーション機能を使用し、隊員が端末より自由に受講可能としました。通常の集合教育と異なり、理解できるまで繰り返し受講することができ、感染拡大防止対策にも役立っています。また教育時間の設定が不要になったことにより、柔軟な働き方の促進につながりました。この先さらに少子高齢化が進むなど、さまざまな社会問題を抱える中、部隊隊員が有する有限の時間力を効果的効率的に運用することが必要です。ワークライフバランスを通じて時代と環境に適応した海上自衛隊を目指し、組織としての成長性、持続性、即効性を維持向上できるよう切磋琢磨していく所存です。働きやすく働きがいのある職場環境を目指して。